はい、2425回始めます。3月12日火曜日入ったところです。まだ4時にはならないな。3時33分。あ、3が3つ並んでるということで、はい、急いでまいります。埼玉新聞からですね。埼玉県といえば今ね、トルコ人問題ですよ。はい、性暴行、性的暴行、女子中学生が襲われるということでね、一緒にドライブしていた男逮捕。当初は複数人で出かけ、男が運転していたと。それが複数人だったのが2人っきりになったと、ね、女子中学生と男2人っきりになってから乱暴が始まったと。遊びましたが暴行はしていませんと、うんね、このトルコ人容疑否認 してるみたいですけども、うん、生徒の親が通報、無理やり連れ去られたっていうね、タイトルついてます。埼玉新聞。女子中生に性的暴行、容疑のトルコ人逮捕。埼玉県川口市は7日、不同意性交の疑いで、さいたま市南区の、トルコ国籍の自称解体工の男20歳を逮捕したと。逮捕容疑は1月13日午後10時33分頃から39分頃までの間、川口市内の、コンビニ駐車場内に停めた車の中で、東京都内に住む女子中学生に対して、性的暴行をした疑い。同署によると、この男と女子中学生は出ました交流サイト SNS を通じて知り合い、男が運転する車で複数人でドライブして、そんで 複数人から2人っきりになった時に犯行に及んだと。女子中学生の親から外国人に無理やり連れ去られたと110番通報があって、防犯カメラなどを精査して特定したと。このね、トルコ国籍の男、日本人女性と遊びに行きましたが暴行はしていませんと容疑を否認しているっていうことですということで、まあ、はい、これね、まあ埼玉の方で今クルド人問題あるけどね、うまいことね、一句読んだ人がいてね、クルド人犯罪を犯すとトルコ人っていうね、一句あるんだけどね、新聞とかにはトルコ人って載るんだよね、うん、で実際はクルド人なんだよね、これね。クルド人って何かって言ったら、まあ、トルコとかあの辺に、うん、中東の住む、なんていうのかな、国を持たない最大の民族って言われてるね、クルド人。3000万人とかいるって言ったかな、クルド人、うん。このクルド人たちがまあね、迫害されてるとか差別されてるとかって言って、その中東の域からまあヨーロッパの方とかね、主に、うん、移民として行ってね、北欧だったりドイツだったり、そういうところでね、まあ問題っていうかね、行動が多いっていうね、民族なんだけど、まあ埼玉、川口とか蕨とかあの辺の人たち大変だと思うよ、この埼玉市の人たちとか、うん、はい、もうまあ人事のように言って申し訳ないんだけども、我が宮城県にはあんまりていうかほとんどいないんじゃないかな、うん、やっぱりね、クルド人ならクルド人、スリランカ人ならスリランカ人、うん、バングラ人ならバングラ人とかね、割と近いところにみんな住んでるね、コミュニティ作るから、うん、川口のあたりたくさんいてね、今問題だと思う。で、噂通りね、クルド人の人たち、この人もそうだけど、解体工ってなってるね、自称解体工、うん、の男ってなってるけど、解体業ね、うん、なんか日本の、まああんまりほら解体業もそうだけど、日本人ね、あんまりきつい仕事、汚い仕事やりたがんないから、そういう仕事ね、喜んで受けてね、で今やもう日本中ね、古い建物だらけだから、解体する建物だらけだから商売繁盛してるみたいね、これね、解体の方、うん、たまったもんじゃないね、これ。埼玉の地域の人たちにとってはこうやってね、女子中学生連れ去られたり性暴行を受けたりっていうことを結構頻発してるみたいだから、うん、日本が日本らしく、これじゃあね、怖くて夜コンビニ、うん、女の人だけでコンビニ行くのもね、結構勇気いるもんね、こうなってくると、うん、治安悪くなってきてるなと実感しますよ。はい、
だからね、技能実習生とか言って、うん、人手不足解消の鍵だなんて言ってるけど、私はそうは思わないけどね。そのプラスの面よりマイナスの負の側面の方が多いと思うけどね、移民問題に関しては、移民とか難民に関しては、うん、どうしても日本に来たいと、うん、日本が大好きだという人はウェルカムなんだけど、そうじゃない人も混じってるから、うん、ね、合にいれば合に従えっていう考えのない人たちっていうのは結構いるわけだから、そういう人をね、ウェルカムっていう感じで日本政府迎えるべきじゃないと思うけどね、スタンスとして。終わります、ね、2425回終わります。埼玉川口かな、これ、うん、女子中学生がね、トルコ人の男に性暴行を受けたっていう話しました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。